宣言で注目を浴びた少年革命家で、YouTuberのユ・タボン14が悪質なツイッターの乗っ取り被害に遭った。不正アクセスだけでなく、学校に行きますと180度違うキャラになりすまされ、ユ・タボンは怒り心頭。刑事や民事で訴えるか、農政も出てきた。3日朝、ユ・タボンのツイッターの投稿に誰もが目を疑った。今日から僕は生まれ変わりましたのやで。これから毎日休まずに学校に行って、宿題もやるのやで。人生は冒険やなくて安定なのやで。さ、学校へ行って人生は勉強や。ユ・タボンは小学3年の時に不登校になって、以来、学校に行きたくなければいかんでいいが持論。フォロワーからは4月1日のエイプリルフールのネタとしては、まだ1ヶ月早いと突っ込みが入り、では考え方が変わったのかと信じる人もいて、応援しますとのメッセージも寄せられた。もちろん、ユ・タボンの投稿ではなかった。父親の中村幸也氏によれば、1週間ほど前から、ユ・タボンはツイッターにアクセスできない状態になり、この日、乗っ取りに気づいた。ユ・タボンは、サブアカから、こいつふざけんな学校な、んていかへんわ、と、怒りのツイートを寄せた。乗っ取り犯は、ユ・タボンのプロフィールも、YouTube なんかやめて、今日から、毎日学校に行って勉強して、革命を起こせるように、頑張りますやで。人生は勉強やと改ざんし、その後も、これから、毎日学校へ行って頑張りますやで。と投稿を続けている。アンチが多いユ・タボンは、これまでも SNS でユ・タボンを名乗る偽アカウント被害に遭ってきたが、今回は本アカを乗っ取っての偽投稿で悪質度の次元が異なる。ユ・タボン親子はこれまで誹謗中傷に対し発信者情報開示請求を行えば、先日には中村氏が日本一周中にユ・タボンを虐待していると報じた女性週刊誌に対しても名誉毀損と損害賠償を求めて提訴するなど、アンチや嘘情報の発信者には厳格な対応をとってきた。今回は不正アクセスだけでなく、名誉毀損、YouTuber としての信用毀損、偽計業務妨害にもなりかねない事態とあって、Twitter 社にアカウントの取り返しを図りつつ、弁護士に相談して対処したい中村氏と法的措置も検討していることを明かし、なりすまし犯を徹底追及する考えだ。